メイク前に使うジェルクリーム、ファンデーションブラシのちっちゃいバージョンみたいな、細くもできるし太くもできる、なんとねノベルティをいただきました。しかもめっちゃ大好きな、皆さんこんにちは、かねです。先日タイのバンコクに旅行に行ってきたんですけれども、大好きなセフォラを見つけてしまったので、そちらで購入したものをご紹介していきたいと思います。私タイにセフォラあるって知らなかったんですよ。なんで見つけた時も悲鳴を上げて喜んじゃいました。もしねこの先セフォラがある国に行かれる方がいたら、少しでも参考になればなと思います。セフォラといえば日本にないコスメ、海外コスメがたくさんセレクトされてるんですけど、中でも一押しはやっぱりマークジェイコブスで、今回もいろいろ試した結果、メイク前に使うジェルクリームを購入しました。めちゃめちゃ柔らかいバーム状のものなんですけど、お肌をねすっごくしっとりさせてくれるんですよ。冬に絶対いいだろうなと思って、最初見てたやつがフルサイズ、大きいサイズの方を見ていて、こんなに使うかなってちょっと思ったりしていたところに、半分サイズのハーフサイズがあったので購入しました。乾燥を防ぐだけでメイクの持ちも良くなると思うので、これから冬に向けてたくさん使っていこうと思います。で続いてトゥーフェイスド、最近日本に上陸したんですけど、パウダーがすごくね良かったので買いました。パウダーなんだけど結構ねカバー力もあったりして、で海外コスメなんですけど、アジア人の私にも馴染むお色だったので、パッケージも可愛いし、私ねパウダーがこれしか持ってないんですよ。このイニスフリーのノーセバムミネラルパウダーしか持ってないので、なんかもう一個くらい欲しいなと思ってたところ、トゥーフェイスドの可愛い見つけたので、こちらを購入しました。ボーンディスウェイって書いてあります。で続いてがこちらなんですけど、めっちゃ可愛くないですか、このパッケージ。これね正直パケ買いしました。ハイライターなんですけど、中もこういう感じでキラキラしてて、見た目よりも結構薄付きなんですが、青みがかったピンクみたいな色になるんですよ。なのでハイライター兼ちょっと顔色もよく見せてくれるような、チーク代わりにもなりそうだなと思って、確か2色あったんですけど、こちらの方の色を購入しました。そう、鏡もついてるので普通に持ち歩いて鏡として使っても可愛いかなと思います。今回買った中で一番いい買い物したと思ったんですけど、リアーナがプロデュースしてるフェンティビューティー、こちらも日本にはまだ店舗がないんですけど、アイブロウなんですが、こういう風にねブラシがついてるんですよ。でスクリューブラシだったらセットになってるものも多いと思うんですけど、ファンデーションブラシのちっちゃいバージョンみたいなやつ、これすごい画期的だなと思って購入しました。眉毛、太めの眉毛、濃いめの眉毛流行ってると思うんですけど、なんかどうしてもね描きすぎちゃって私はよくするので、ぼかしたりするのにすごいいいなと思って、色もたくさんあって悩んだんですけど、ちょっと赤系の明るめのブラウンにしてみました。ペンの方も硬いので描きやすくて、これは本当におすすめです。土産にもいいかなと思います。なんかコスメの中で私アイライナーが一番最初になくなるんですよね。なのでちょっと今回はアイライナー2つ購入してみました。1つはマークのアイライナーで、ちょっと太めで固めなリキッドです。なので目尻とか跳ね上げたり、ちょっと垂れ下がるような感じで描きたい時に目尻用で使おうかなと思います。こっちのトゥーフェイスドのベターザンラブっていうリキッドアイライナーはめちゃめちゃ細い、細くもできるし太くもできるっていう感じで、まつげの隙間を埋めるような感じで買おうかなと思って購入しました。でこっちがブラックで、こっちがブラウンなんですけど、まつげが生えてるところはブラックで結構しっかり描いて、目尻のところは少し優しめなブラウンで描いていこうかなと思います。それからフェンティビューティーのリップ、今つけてるんですけど、ぷっくりした感じのお色なので、これからの季節にすごいいいんじゃないかなと思って買いました。あのねリップ自体が細いのでサッと塗れてすごく使いやすいです。でそれからセフォラがオリジナルで作ってる洗い流すマスクかな、これなんかレジの前に置いてあって、アサイーンのマスクなんですけど、珍しいなと思って、なんか買うつもりなかったんですけど、気がついたらお会計中に一緒に買ってました。なんかこれお土産でもよかったなって思って、どうせ買うんだったら友達の分も買えばよかったなと今思いました。これはまだ使ってないので、使ったらインスタの方でレビューしていきたいと思います。
手とかにねいろいろ書いたりしてお店でね試した後に落とすじゃないですか、リムーバーで。その時に使ったコットンがすっごくよくって、このコットン売ってますかって聞いたらこれだよって言われたのでコットンも購入しました。なんかね丸い形のコットンで、友達のお土産用として自分用と2つ購入しました。でこれで購入したものは以上なんですけど、なんとねノベルティをいただきました。で前回ハワイ行った時もテスターみたいな感じのノベルティをもらえたんですけど、今回はなんか現品もらえました。しかもめっちゃ大好きなフェンティビューティーのハイライターノベルティでいただいたんですよ。タイのセフォラは太っ腹でした。で色がこんな感じでハイライトとしては結構レベル高いので今日はあのねアイシャドウとして使ってみました。発色もすごくいいのでちょっとだけつけて筆で何往復もしてなじませていくような感じで使っていこうかなと思います。全部で日本円で2万5000円ぐらいだったかな。はい、今回タイで一番購入したものはコスメでしたね。全然タイ関係ないコスメですけど、バセフォラ楽しいですね。なんかいつもコスメしか買ってないので、次もし行く機会があったらセフォラにしかないスキンケア系のアイテムもチェックしていきたいなと思います。タイの購入品の動画まだまだあるので、これからタイに行く予定のある方よかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。このチャンネルでは今回みたいなコスメ購入品紹介とか、あと私はスキンケアが大好きなのでそういった感じの動画もアップしているので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。セフォラの購入品動画いいねと思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。